それを一つずつこのブログで明らかにしていきたいと思っております。最初は非武装中立ということですね。非武装中立は最近ではもうあまり聞かないので耳慣れない人もいると思いますが、左翼の人たちですね、左翼の人たちが終始戦後言ってたのが、憲法9条を守れ、